新しい野田政権の閣僚名簿が発表されました。はい、これについての感想をお願いします。挙党体制を作ろうと不信した、そういう内容になっていると思います。でまた復興、震災の復興については継続性を重視した、まあ、そういう人事になっていると思います。また一方でそれが国民にですね、本当に、挙党一致と移るか、あるいは仕事ができそうだとこう移るかどうかはやや心配な面も見られます。政治経験キャリア等からして未知数の部分も持っている閣僚もいらっしゃるので、今後総理あるいは幹事長がおっしゃった三党合意を守り信頼してくださいと、こういったことをその通りに実行できるかどうか、また内外の重要な懸案にしっかり応えて仕事ができるかどうか、ここは見極めてまいりたいと思っております。では代表が言った野党との協力関係ということについてなんですけれども、この人事ではまだもう少し見極める必要があるということでしょうか。過去の言動はともかくとしてですね、やはり総理と幹事長が合意を守り誠実に実行すると信頼してくださいと、まあ、こうおっしゃってるわけですから、まあ、その方針のもとにきちんとやっていただきたいと思いますし、我々はそれを見極めていくという姿勢で臨みたいと思います。震災復興という点では継続性ということになって、はい、財務大臣も重要なポストだと思いますし、はい、財源また経済対策連絡対策もあります。 そうですね、そして、外交関係日米関係、はい、そして、9月から国連総会もありますし、はい、この、安住財務大臣、はい、現場外務大臣、はい、この2人についてまあ、このポストそのものは非常に重要な役割責任を担うところだろうと思います。お二方ともそうした面でのキャリアがあるかどうか、まあ、ここは未知数のところが多分にありますので、しっかり務め果たしていただきたいと、我々はその仕事ぶりというものをしっかり見ていくと、今のところそういう技が得ないと思っております。各社どうぞ。はい、それは自分のことを上等しとったんですけども、今回は内閣を見られてですね、代表どういった内閣だろうということで、絵柄は挙党体制でありますけれども、色や形柄がそれぞれ違うピースを無理やり詰め込んだと、こういう印象、モザイクの印象ですね。ですからそれが総体として、安定、しているか、あるいはその仕事ができそうだとこう移るかどうか、ここはやや不透明なところがあると思います。だからこそそれがどう透明化させたときにどういう姿になるのかというのは、我々野党としてもそこを国民に知らしめていくというのが一つの役割になると思います。閣僚の中には山岡さんなど、そのマニフェストを原点回帰といいますか、マニフェスト検事を主張する小沢系グループの方もたくさんいらっしゃいますけれども、その中で三党合意はきちんと守られるとお考えでしょうか。まあ、それも先ほど言いましたように、総理と幹事長、つまり、内閣と党与党を預かる総責任者がこの三党合意を守りますと、信頼してくださいとおっしゃってるわけですから、そういう方々が決めた人事でありますので、それに真っ向から逆らったりするというようなことは今のところ考えるべきではないと思います。どうぞ。解散についてなんですけれども、はい、自民党は三次補正後の早期の解散を求めていますけれども、はい、公明党としてはスタンスは、これは本来の筋から言えば、民主党はかねて、前の政権を批判したように、信を問わずして3人もの総理が変わるのはけしからんと、これを自ら行っているわけですね。ですから筋論から言えば、やはり信を問うということが一つ大事なことだと思います。それとマニフェストは見直すということも宣言をして、それを政党として引き継いでいるわけですから、ここもやっぱり政策的な正当性が失われていると思われます。こういう2つの面からしていずれ信を問わざるを得ないと思います。しかし今は被災地の復旧復興というのがやっぱり優先する課題ですね。これが三次補正を作っただけで、これが達せられると言えるかどうかは
きちんと議論をし、執行の過程というものを見極めていく必要があるだろうと思います。まあ、そうしたことを考慮しながら、信を問うべき時期というものは考えていく必要があると思います。今直ちに解散をやる、三次補正を作ったからだすぐに、解散をやるというふうに決めするような内容ではないと思っております。よろしいですか。はい。